はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらホンダ S660 です。はい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 、今日もやってまいりました。今日はですね、ホンダカーズ大阪東花園店さんで車をお借りしてレビューしようと思います。早速外装の方を見ていきましょう。ホンダ S660 中古車ということで、こちらの車130万円で販売しております。グレードはアルファで、初年度登録は平成27年の5月、走行距離は 5万5075キロですね。車検付きで130万ということで、厳選中古車になりますね。これアルファで新車だったら232万円するんですね。まあそれが5年落ちで130万で買えると、しかも車検付きということで、いやーなかなかねいいんじゃないですか、このぐらいの価格でしたら。ちょっとね傷がないかざっと見ていきますね。っていうかシンプルでかっこええな。やっぱねホンダさんといえばね、シビックタイプ R もあるんですが、この S660 もねかなりこれスポーツしてるんですよね。あ、今ちょっとごめんなさい、いきなりちょっと若干傷を見つけてしまいました。ここコスター跡がありますね。白でねタッチアップしてます。あとはそんなに大きく目立った傷はなさそうですね。横から見たらこんな感じです。いやーコンパクトだな。本当にねこれぞ、ザ・ライトウェイトスポーツといった感じですよね。ちなみに車両重量ね、850キロですね。これ実はねオートマ車なんですけど、マニュアル車はね830キロと20キロも軽いんですね。で S660 はね、みんなの憧れミッドシップカーなんですよね。エンジンが後ろにあります。ここにねエンジン入ってますね。で後輪駆動ということで、まあザスポーツしてるなという感じですよね。いやしかしねこのリアビュー、何回見てもねかっこいいなと思いますね。やっぱねガンダム感っていうのがね否めなかったんですけど、やっぱこれデザインってね見慣れてくるもんですよね。もう今ねそういうガンダム感というよりはもうこれが一番かっこいいな、かっこいいデザインだなと思っちゃいますよね。ほら特にねこのリアのライト、ガンダムの面みたいに見えますよね。ちょっと下回りも見てみますね。これマフラーこんな形してました。あ、下回り結構綺麗ですね。タイヤの水もまだちょっとあるかな。ちなみにね、ホイールは前が15インチで、リアがね16インチになりますね。ちょっとだけねリアが大きいんですよね。その辺もかっこええわ。フロントの下面もちょっと見てみましょうね。底面は擦った様子はなさそうでしたね。シンプルなデザインですけど、やっぱね風を受け流すようなデザインと、この側面のねダクトもちゃんとねこれダミーじゃなくて穴が開いてます。側面のね乱気流をこれで調整してるということですね。ここもちゃんと開いとるよ。ではね内装の方を見てみましょう。お邪魔します。わあ低い。内装の方はねこんな感じです。いやハンドルかっこええわ。やっぱねすごいねギュッとね詰まった感がありますね。シートはこんな感じなんですね。シートはねツートンでこのレザー調が貼り分けられてますね。裏起毛とちょっとつるっとした感じですね。でこれ、ステッチのようでステッチじゃないこうドットのねデザインがラインで処理されてますね。これはステッチで、ドア周りはこれカーボン調のデザインがあしらわれてますね。まあどうしてもね若干ねプラスチック感っていうのは否めないですけども、正面見た感じではねこの辺もこれソフトパッドですね、ちょっと若干柔らかい素材が使われております。そうそうナビがねついてるんですよね。この手のねスポーツカーあんまりねナビつけない人いらっしゃいますけど、この S660 はついております。でこれねシフトノブ、安心安全、オートマでございます。スポーツカー乗りたいけどねマニュアルはちょっとという方はこれおすすめですね。ちなみに鍵こんな感じです。これもねなんかカーボン調のデザインがあしらわれてますね。ちょっとエンジンかけさせてもらいますね。
走行距離5万と出ておりますね。まあ、あのオートマなんですけど、あのパドルシフトがついてるので、結構ねスポーツして遊べるなと思いますね。でクルーズコントロールねついてます。あのこれね結構ねついてると楽なんでおすすめですね。すごいナビに連動してる。あ、これ写真が入ってる前の人の。こんなんできるんやな。あーすごい、なんかやっぱ S660 ってねレスポンスがすごいいいんですよね。ピュンピュン回る。これも連動してるんかい。まあ S660 は皆さんご存知の通り、あの2人乗りなんで、あの収納スペースがねかなり狭いんですよね。この辺ねなんかないですよね、ボックスもね。ちょっと携帯が置けるぐらいの棚とドリンクホルダーがあります。ドリンクホルダーがね1個しかないんですよね。でもうここ、まあ、一応ちょっと書類が入るぐらいのスペースがあるんですが、あのトランクがねないんでね、もう助手席がトランクスペースという感じですかね。あ、ここもミラーがないんか。で今これねオープンにしてるので、あ、かっこいい、この後ろの小窓かっこいい。オープンにしてるんでちょっとね前のトランク開けてみます。扉がめっちゃ扉長いねこれ。フロントにトランクがあります。お、これあのダンパーがねついてるんで、あの片手で簡単に開けれます。屋根をねここに収納できるということで、はい、このようにコンパクトに、収まっております。これね屋根なんです。屋根自体はそんなに重たくないです。軽いです。でこれがね入っちゃってるんで、これ屋根収納してるときはこれだけのスペースに、まあ、カバンとか入れることできるんですけどね、もうこれしかスペースがないんですよね。まあこれ屋根取ると、まあ、カバンが小さめのカバンが1個2個ぐらいいけるかな。ビジネスバッグが大きめのビジネスバッグ1個ぐらいですかね。マックス10キロって書いてました。取り付けはね簡単で、このレバーギュッとちょっと強めですけど押すとロックがかかります。この赤いのがねなくなったらロックされてますね。がっちりがっちりで、まあ布なんでね、まあそれでも結構張りのある、強めの布かなと。で鉄のフレームが 1,2,3 3つついております。はい、乗った感じこんな感じです。いかがでしょうか。まあね、まあ、拳、1個は入らないですけど、まあ、手のひら 1,2 枚ぐらいはいけるかな。私ちょっとね身長が高いんでね、あの183センチあります。まあそれでもまあこれぐらいなんで、まあ広いとは言えないんですけど乗れます、一応乗れます。いや、しかしこの運転席に乗り込んだ時のこのよし今から走るぞという感じのこのコクピット感ね、いやー、これかっこいいですよね。いいですよね。はい、660cc の小さいエンジンですけど、すごいね、やっぱホンダ車ってね、このむき出しなんですよね。この辺ね、すごいメカニカルな感じがして、かっこいいなと。いや、なんかね、憧れ感ありますよね。こう、ギミック感といいますか。なんかすごいね、やっぱこれ所有してるとね満足する感じしますよね。すごい、こんな震えるんやなエンジンって。はい、最後にね、これ開けた前と後ろ開けた S660 あまり皆さん見たことないんじゃないですかね。こんな感じになります。いや、これがね家のガレージにあることを想像するとゾクゾクしませんか。
はい、いかがでしたかね S660。 いや、この価格だったらね、買ってもいいかなと思いますよね。こちらの車はホンダカーズ大阪東花園店さんで販売しております。詳しくは下の概要欄をクリックしてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでホンダ S660 の中古車でした。じゃあね、バイシュー。